石巻線の列車がやってきます。女川発小田行きですね。期待した石巻線にも列車がもう戻ってきています。これはこれで素晴らしい鉄道風景です。この石巻線も女川駅周辺ではご覧のように壊滅的な被害を受けたことで知られています。しかし現在は全線復旧になっています。畑野葉駅、去年の3月をもって窓口の営業終了。1年前までここが友人駅であったというのがですね、驚きです。ちょっとこれ最近打ち付けたようなね、ベニヤがあって、ここ窓口だったんですね。委託駅だったんですかね。あ、ちょっとこれはこれで驚きです。残念ながら現在は無人駅というふうに営業形態変わってしまいましたが、やはり地元には必要な駅であるということがよく分かりました。そしてその先、女川駅を目指します。女川駅は津波によって大きな被害を受けまして、内陸に場所を移して全く新しい駅というふうに生まれ変わっていました。そして今、女川駅の周辺が町の中枢を担っているのです。ここが女川駅、新しく生まれ変わりました。5年ほど前にですね、新しい駅舎に生まれ変わって、当初の女川駅よりも内陸に数百メートル入ったところに女川駅ができました。石巻線になります。ここからは東北本線の小田方面への列車が往来しています。また途中石巻で仙石線と接続し、仙台方面にも行けるラインになります。非常に新しい駅ですけども、すでに5年以上が経過しています。で、実はこの女川駅の駅舎、日帰り入浴施設もできたんですね。とても清潔感のある駅舎になっています。ちょうど2階に渡り廊下があって、これが日帰り温泉、女川温泉の入り口です。こちらは切符売り場、駅舎内には交流スペースなどもありまして、もう綺麗ですね。それから町役場もですね、高台に移転してきまして、駅のすぐ横に町役場があります。これが女川駅とゆぽっぽっていう温浴施設です。本当は駅前には足湯もあるんですけれど、やはりこのご時世ですから足湯などはやってません。で、駅前の整備された広場、真正面が海なんですけど、海に向けて、復興商店街が連なっています。本当にこの辺りというのは復興の象徴的な場所でもあります。ただドローン飛ばしてる人がいる。わ、上手に撮ってるんだな。これきっといい絵が撮れるでしょうね、天気もいいから。おー、すごい。これ5年前にできたばかりの時は結構にぎわっていたんですけれど、やはり人が少ないですね。正確にはにぎわい拠点という名前で、女川駅を中心に公共施設や商業、それから観光施設などを集めて、コンパクトな市街地形成をというコンセプトの街に作られたエリアになります。ですから一つの震災復興のモデル地区ともいえるポジションだと思います。ただ実際行ってみると驚くほど閑散としていまして、5年前などはですね、メディアなどにも取り上げられたので、ご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんけれど、現在はコロナが影響してか、大変閑散とした状況になっていました。もちろん町としてもこのにぎわい拠点の生かし方というのが今後の課題になっているはずです。ちょうど正面が海になりますね。
女川町は高齢者の世帯も多く、津波によって一旦高台に移住した高齢者の方々がにぎわい拠点に来るにもそれなりの距離があるんです。やはりできた当初はにぎわってはいたんですが、歌声喫茶空音って書いてあって、なかなかねちょっとこのご時世ですから、一応お店は営業してるんでしょうけれど、お客さんの姿があまりないですね。ここなんかも本当に混んでたんですけどね、この辺りね。で、ダンボルギーニカウンタクというか、ダンボルギーニってご存知ですか？以前ですね、このエリアにダンボールでできたダンボルギーニが展示されていました。あるかな。お、ありますね。お邪魔します。紙製品なのでお手を触れないでください。もちろん、いやーまだちゃんとあって嬉しいな。ちょっと静かにはなっていますけれど、しっかりと工房ですとかね、フラワーショップ、お花屋さん、それから海産物を売るお店、地元の食材を売る店、女川の商店街ちゃんと営業してました。ただちょっとね、本当に勢いを一時の勢いが、復興の勢いがちょっとダウンしていますけど、整備されています。ここはもう震災の時正面に海がありますけど、港からの津波がですね、内陸の方に押し寄せまして、女川駅そのものも流されていまして、現在のところに建て替えられました。非常に素敵な港町なんですけどね。正面が女川港です。ちょうどこう湾をなしていまして、もちろん湾ですから津波の被害をもろに受けて町は随分流出しました。ただこうやって見るとある程度高台、かさ上げが行われまして、高い位置に人々の生活がですね、再建されているような感じがします。ずっとこの向こう女川駅に向かって緩やかに坂道を登るような形になっているんですが、女川の町は若干内陸に機能を移転して再生しつつある、そんな町の景観になっていますね。防災無線を使って正午を知らせるチャイムが鳴りました。ものすごくよく聞こえます。沿岸部では多くの住民の方が高台に移転していますが、特にこの女川町ではその比率が高いことでも知られています。多くの方が移転した高台の方にも行ってみました。女川の被災エリア、これずっと画面の右の方が、まだやはりこうやって見ると被災の爪痕残ってますが、この辺りが被災エリアになります。ですから多くの方が高台の方に新しい住宅を建てて移転してきました。こういうような形になってますね。ここだとまあ間違いなく安心であり、そして下の低いエリアから緊急時駆け上がれるような階段も新しく設置されています。その分車を持たないご高齢の方が町へ出にくくなったのかなといった気もしました。みんな新しい住宅です。
まあ、いろんな迷いもあったと思いますけれど、こういった形で、町ごとで移転するというのがこの東日本大震災の沿岸部ではあちこちで見られます。それにしても女川町のにぎわい拠点というのは、全国的にもメディアが取り上げましたのでとても有名でした。で、実際行ってみるとここまで閑散としていたのには、まあ、衝撃を受けました。ある意味沿岸部ではこういったコンパクトな市街地形成のありようというのはおそらくモデルケースとして皆さん注目されているはずなんですね。果たして震災から10年の今年の3月どういったことになっているのか定かではありませんが、やはり私がお邪魔した時に比べてもっともっといい状況であればいいなと、そして来年再来年とさらにこうにぎわいが戻ってこればいいなと切に願う次第です。さあ、次はですね、私がですね最も思いを寄せている南三陸町の防災庁舎が今どうなっているのか、そのあたりをご報告させてください。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。